いらっしゃいませ、まかまかチャンネルです。今回はですね、南知多町でこちらフィッシングフェスティバル5月27日から30日開催されることになりまして、南知多町これまでにこんなに大きな釣り大会があったのかなというぐらい、たくさんの遊漁船とたくさんのスポンサーさん参加される大会になっております。今日はですね、そちらの開会式の模様をお届けしていきたいと思いますので、皆さんちょっとだけ開会式ご覧になってください。そしてまあこの映像が流れる頃には実際の大会の模様も終わってる頃かなと思いますんで、その大会の結果等もご覧になっていただいて、そして僕30日は実況動画も撮影してきますので、そちらも合わせてチェックしていただければいいかなと思います。では開会式行ってきます。進行なんでちょっと緊張してるです。行ってきます。皆さんこんばんは。こんばんは。本日はお忙しい中、南知多町フィッシングフェスティバル、YouTube ライブ配信、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。それでは、開催いたします。どうぞよろしくお願いいたします。岩月大地と申します。よろしくお願いいたします。僕は2014年に南知多町観光釣り大使に任命していただき、観光と釣りの PR をしながら、漁業者さんと釣り人の間を取り持つ活動を行ったり、マナー啓発を行ったり、南知多町の観光の魅力の PR を行ったりしております。今回ですね、このような形で、まあ、新しい形で大きなイベントとして釣りの大会が開かれるということを心より嬉しく思っております。皆さんありがとうございます。今回は週末天気も心配されましたが、なんとか土日は晴れるみたいで、さすが皆さんの南知多町への釣りの愛が伝わったんじゃないかなと思います。僕もですね、30日は竿を持って実際に大会に参加しますので、一緒に楽しんでいけたらいいかなと思います。よろしくお願いいたします。前夜祭司会終わりました。すいません、ちょっとたどたどしい司会で緊張してました。会場の中ですね、簡単にちょっと説明というか見ていきたいと思います。早速ここから、今回石黒さん参加されてまして、これレンタルタックル今できる、すごいですよね。これ結構いいタックルなんですよ。で、西尾店限定っていうお話なんですけど、いやそれでもすごいなっていうことで、そしてこれがびっくり、ここが名古屋トヨペットさんのマリン事業部、なんと岩月ここで船舶免許を取らせていただきました。さっき久々にお会いしてびっくりしました。あーみたいな、ね、そんな感じで。そしてオンデスクさんですね、今回の熱田のイベント屋さんということで、いろいろなイベントを手掛けられているということで、これね、抽選会びっくりしましたね。まず抽選来るだけでエビせんべいもらえるということで、そしてかなり豪華な商品がありますので、ね、ぜひ今回参加できなかった方は次回ご参加いただけるといいかなと。釣り人の方なら誰でも知ってるような方々の、ダイワのテスターさんですね、鈴木さん、清水さん、金子さん、ちょっとごめんなさい、僕の拙いメッセージで紹介させていただきました。こんな感じで、会場は諸崎の朝市の横ですね。明日から4日間ということで、まあ、この動画が上がる頃には南知多フィッシングフェスティバルのサイトからチェックしていただけると思いますので、そしてこんなイベントね、これからももう熱量があるということで、町長のお話とか、観光協会長のお話とかにあったように、まあ、これからも続いていくイベントにぜひしていきたいなと思いますので、2回目3回目皆さんご参加してください。そして30日の僕の実況動画、これ煽って大丈夫ですか、ヤッピーさん、バッチリ釣りますので、イサキを、イサキなかなか相性が悪いんですけど、ちょっと頑張ってきますのでチェックしてください。お願いします。バイバイ。次回の動画で実況情報じあ噛んだ次回の実況動画でお会いしましょう。バイバイ。